子猫のチーが始まるよ。おばさんちゅんおい、子猫のチーが始まるよ。まだ帰っていないか。みゃみゃみゃ、逃げられた。難しい。まだまだだな。またレッスンしてやるか。見ていたよ、狩りの腕はまだまだだね。ミケおばさんら、そういえばあんた黒いのから鳩の取り方を教わっていなかったかい？そうだっけ？しょうがないね。じゃあ今日は特別に私が鳩の取り方をレッスンしてあげるよ。やったー、レッスンだ。ねえおばさん、鳩取ったことあるの？もちろんさ。ねえ、どっちから鳩取れる？コツがあるのさ。鳩はいつも群れでいるからね。はぐれた一羽を狙うんだよ。そうなんだ。おいおい、それは教えただろう。だけど一羽になるのをただ待っちゃダメさ。ん？どうすんの？それじゃあ、いくよ。レッスン1、モノマネ作戦で待ち伏せだよ。モノマネ、あれを見てごらん。あとは物に止まりたがる習性があるんだよ。だから私たちもモノマネをして鳩を待ち伏せるのさ。そして近づいてきたところ、おばさんちゅんおい、一体何の真似をしようって言うんだ。いいかい、これを真似るんだ。手足を踏ん張って、目は大きく見開く。さあ、あんたもやってみな。はい、足踏ん張る、目を開ける。よし、上出来だよ。それじゃ鳩が来るまでこのままじっと我慢だ。気が楽に眠くなってきた。そういえば私もこんなことで警戒心の強い鳩が来るわけが。うわ、なんと、ポポポ、よし今だ。ポポポ、何をしてるんだ。うご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 う。立ったまま寝てる。ポー、なんだ。よく寝たよ。まったく、レッスンはどうしたんだ。チーたち何してたんだっけ？そういえば何かしていたような。何だったかね。ん？何だ何だ？何かしらね。ガサガサしてる。そうだ、これで遊ぼうとしてたんだ。レッスンのことはすっかり忘れてるな。
まずは私が遊んでみせるからね。あい。にゃ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 。おお。もっと行くよ。中に入りな。わーい、チー、中、はよー。やるじゃないか。これいいね。にゃ。なんかムズムズしてきたよ。にゃー！痛い。レッスン中なのを忘れていたよ。にゃー。うご。あれを見てごらん。にゃ。獲物いっぱいいる。みんな集まって何してるかわかるかい？わかんない。あとは群れになって身を守るんだ。何着てるの？あれはね、ポポダンスの練習をしているのさ。ポポダンス？おばさん、ほら前に集会でやっただろ。とも同じようにダンスが好きなのさ。おお。だからああやってみんなで練習してるんだよ。そうなんだ。そこで例のあれだよ。レッスン2。ハトハトダンスで。ハトのハートは静かみだよ。ハトハトダンス。これさ、うーすごーい。さあこの華麗なダンスでハートたちを誘い出すよ。にゃー、パパー、だ、ダンスだと？パパー、パパー、パパー、パパー。何を楽しそうに踊っているんだ。そんなダンスでは鳩のハートはつかめない。違う、違うぞ。鳩の動きはもっと激しく燃え上がるように情熱的に。えい、もう黙ってられるか。うんがちょっか、うんがちょっか、うんが。おい、あんた暗いなら。鳩鳩ダンスはレイに任せろ。ポッポー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 。ハトたちが来たよ。ポッポーポッポー。黒いの中ばい。ポッポー。よーし、みんなでハトハトダンスだ。ポッポーポッポーポッポー。踊った踊った。面白かったね。あ、そういえば、うん、どうした？いやね、こんな時にこっちがいたら呆れてキッとか言うんじゃないかと思ってさ。おばさん、そのことは。え？ああ、言ってないよ、こっちがいなくなったなんて。こっち？あ、いや、黒いな、こっちどこ行ったか知ってるの？どこへ行ったかわからないが、多分遠くだ。
あれからずっと探してはいるんだが、もしかするとこっちはもう。早く帰ってくるといいね、こっち。チー。チー。そうだな。きっとすぐだよ。うん。こっち。力尽きたこっち、その先に待っているのは、次回こっちマミと会うぎゅうぎゅうだぞこっち。